ここがあのオーシャンの始まりっていうか、まあこんな感じのが映えるんじゃねえかみたいな感じかな、多分。はい、今日は僕のいつも働いてる、美容室を紹介したいと思います。あっちが渋谷です。で、渋谷と原宿をつなぐキャットストリートっていうところに、まあ、遊歩道みたいなのもあるんですけど、そのキャットストリートを、歩いてちょっと今日は向かってみようと思います。まあ、普段はね、あんまり僕歩かないので、今日はちょっと一応紹介するので歩きながらちょっと行ってみますね。今から行くお店が1店舗目になるんですけど、もうほんと金なくて、でここ全然人気のない通りだったんですよ、僕たちが出した時は。だからこんなところに出して大丈夫かなと思いながらも、原宿から来てもちょうど間だし、渋谷から来てもあのちょうど真ん中、原宿と渋谷の間ぐらいに作ったお店なんですね。なのでベランダがあった方がいいなと思ってたし、あの海好きだからオーシャンっていう美容室の名前にしたんですけど、なんとなくこっからだったら海見えるんじゃないかっていうお店にしようと思って作ったので、もうまず自分のね、今もそうですけど僕たちのことを知らない人たちがほとんどで、お金もないし人気もないし、夢と希望だけ、あと熱意だけある状態で、そこに美容室を作ったんですけど、1店舗目って僕にとっては初めての城だったから、まあ、ここを拠点にまず原宿と渋谷のこう境界線をなくそうみたいな、原宿系渋谷系とかじゃなくて何系でも良くない、かっこよければ可愛ければっていうのを思ってこの位置に立てたので、今からその初めての城ですね、ほぼほぼ手作りなんで、あんまり綺麗じゃないんですけど、それをちょっとお見せします。僕基本的に晴れがすごい好きなんですよ。だから毎日晴れててほしいし、太陽見ながら仕事したいから、 YouTube の初日って絶対晴れたいなと思ってたんですけど、あの黄色のこいつがすいません、LA に行った時も雨だし、シンガポール行った時も雨だし、一緒に仕事行くとほぼほぼ天気良くないんですよ。だからはめられたなと思って、僕の専属アシスタントなんですけど、一応メインなんですけどね、ちょっとこう彼と仕事するの嫌だなって思いながら。じゃあこちらへどうぞ。寒いな、めちゃくちゃ寒いっす。昨日は暖かかったね。本当、君といるといつもこんな感じです。本当寒い。本当ショック。こちらです。もうこの辺がね、手作り感があるんですけど。ここはお客さんを切るとこ、こっちはお客さん座るとこですね。で、まずはじめにこの本をですね、出させていただいて、初めての本なんですけど、まあ、ずっと本を出してほしいっていうのをいろんな出版社の方にお声をいただいてたんですけど、僕本読むの嫌いなんですよ。頭良くないし、本読めないし、出したくないってずっと言ってたんですけど、なんかインスタとかツイッターで本をどんどん出してほしいというか、お客様の声がすごく多くって、じゃあ本を出すと決めますと。今までなんかこうやりたくないってずっと思ってて生きてたんですけど、うちのスタッフにもやったことないのにやりたくないって言うのよって僕の中で言ってたので、社長がね、一回もやったことないのに否定してるっていうのはちょっとみんなに言ってんのと嘘になっちゃうなと思って、じゃあ一発出しますっていうので、普通に出すのが嫌だったから、こっちはなんか編集の人がこの写真がいいって作ったんですけど、本ちゃんはこっちです。もうこれだけはやめてくれって言われたんです。へんてこな方がいいかなと思ってこれは表紙になってます。6回増刷した、そう、何回かこう増刷して漫画本みたいな感じの本です。で、
これはね、NHK のプロフェッショナルっていう、その業界の本物のプロをこうドキュメントしようっていうような番組がありまして、まあ、僕いつかその番組出たいなと思ってやってた時にお話をいただいて、で過去に2回ですね出させていただいて、その中でも1年間の中で数名だけ DVD 化されるんですけど、それに選んでいただいて、視聴者の声が多かったみたいで、見てください。なんかすごく、まあ、泣いてるところと怒ってるところと、まあ、いろいろあるんですけど、そういうやつです。なので結構勉強になるかもしれないので、よかったら見てください。でこれがシャンプーですね。うちシャンプーも作ってて、男子も女子もかっこよく可愛くサラサラになれるよっていうのをプロデュースしてて、これが今いる全スタイリストですね。このカメラマンが新田圭一さんっていう日本を代表するこうフォトグラファーって写真撮る人がいるんですけど、その人が全部写真を撮ってくれて、ここ一みんな漏れてるような写真になってます。そう、これがプロがお客さんの声をもとに生まれた、これがプロの答え。もともと売ってる美容室のシャンプーもそうなんですけど、まあ、市販のシャンプーって研究所の人が考えてるシャンプーが多いじゃないですか。で僕たちはお客さんにどういうシャンプーが欲しいとか Twitter でインスタですっごいいっぱい集めたんですね。でうちフォロワーが全社員集めて YouTube とか全部 SNS 混ぜると300万人ぐらいフォロワーがいるんですね。なのでそのお客さんの声を集めて、一つの形にしましたっていうのは、このシャンプーです。あとはもう結構いっぱい作ってるんですけどジェックス、これめちゃくちゃ売れてるんだけど、ジェルとワックスを足したらジェックスっていう風になるなと思って僕は名前を考えて、どうしてもジェックスにしてほしいって言って、ジェルじゃないしワックスじゃなくて、自分もこれ使ってるんですけど、これすごいいいのでジェックス使ってみてください。あとスプレー、このスプレーは女子も使えるし男子も使えるんだけど、ちょっとだったらふわっとなるし、いっぱい振ったらすげえ固まるっていう、でシャンプーですぐ落ちるっていうのが売りです。なんで僕トリコロールがすごく好きで、赤と白と青って嫌いな人多分いないでしょって思ってるんで、まあ太陽があって雲があって海があるのでトリコロールにしてるんですけど、このシリーズが全部オーシャントリコシリーズ、ここのワックスが今全部で6種類あるんですけど、めちゃくちゃ人気です。日本で今一番売れてるワックスっていう風に言ってもらってるんで、これよかったら使ってください。これが日本に1個しかないって、メンズスタイルの神カリスマっていうミシュランみたいなやつですね。ミシュランお店なんだけど、神カリスマは一人の美容師さんにフォーカスしてるショーで、日本で唯一の三つ星ですよ。あとはこれは、まあ、ここも気づけばトリコロールになってるんですけどさっきの雨男がお父さんがですねくれて、群馬の何だるま、高崎だるま、一応オーシャン東京って書いてあるから、じゃあせっかくねお父さん買ってくれたんだったらここに置くしかないだろうって言って、ありがとうございます。ここがオーシャンの始まりというか、僕たちはもともとお客さんにこう髪の毛かっこよくなった姿を家帰ると写真撮るの忘れちゃうから、じゃあ一緒にかっこよくなった状態で写真撮ろうよっていう言うので看板の前で写真を撮ろうってやり始めたのはここなんですね。でこれがいつの間にかこう撮影スポットになったりとか、修学旅行生がここに来て写真だけでも撮りたいとか、まあ髪の毛切って染めたお客さんがみんなここで切ってやっていうのを撮るスポットです。だからテレビとかでもここがほとんど映って、まずこれがバーンみたいな、こう斜めってるのはデザイナーさんっていうか僕の友達がなんかこんな感じがいいんじゃないみたいなので、こういう感じに変更したっていうか、変更したっていうか、まあこんな感じの方が映えるんじゃねえかみたいな感じかな、多分。なのでここでいつもお客さんとこうして写真を撮ります。
今日はちょっとお店の入り口とかね、まあ、ここはセット面でこうやって髪の毛切って行くよみたいな感じなんですけど、これから僕も営業があるので、また YouTube アップするので、またよかったら見てください。チャンネル登録といいねボタン、押していただけてれば幸いです。でまたなんかいろんなねこうことをアップしながらご紹介していければと思います。ありがとうございました。